8年ぶりにジャイアンツの主催ゲームが開催されました福島県郡山市ヨーク開成山スタジアムで行われたジャイアンツドラゴンズの一戦、まずはドラゴンズが阿部のタイムリーで先制点を1回に奪いました。ジャイアンツの先発山崎伊織、そしてドラゴンズの先発ピッチャーは高橋宏斗は初回0点に抑えます。1対0ドラゴンズリードのままで迎えた2回の裏、前回のバンテリンドームの対戦でも高橋宏斗からホームランを放っている大城が同点タイムリーツーベースを放ちます。3回の表です。山崎伊織のこの軽快なフィールディング、高橋周平の当たり、ダブルプレーを自らの手で掴みました。3回の裏、勝ち越したのはジャイアンツです。坂本のタイムリー、2対1、1点をジャイアンツが3回の裏にリードします。5回の表、今日打点を挙げていた阿部が猛打賞となるセンター前のタイムリー、ドラゴンズ同点に追いつきます。さあその後ですが、山崎よりランナーを背負いましたが、あとワンアウトのところで勝ち投手の権利をつかむことができませんでした。6回の裏、高橋宏斗はこのまっすぐで押す投球を見せます。中10日のマウンド、力強いボールを投げていきました高橋宏斗。さあそして7回の裏、ジャイアンツもランナーを2人出しましたが、次の1点をなかなか取ることができません。ウォーカーショートフライに倒れます。8回の表です。2アウトランナー3塁1塁、8回を任された平内、代打の溝脇ですがセンターフライに打ち取りました。平内無失点で切り抜けます。9回の表に同点の場面で今日誕生日の大勢がマウンドに上がります。三者凡退でジャイアンツに流れを作ります。ただ両チーム点が入りませんでした。延長戦に入って10回の表、ピッチャー桑原、阿部が今日5安打の活躍、ノーアウト満塁から桑原のボールがインサイド、デッドボールとなりまして押し出し、3対2ドラゴンズが1点を勝ち越します。ただその後ノーアウト満塁の場面で後を受けた尾根が点を与えません。3対2という1点差の中で迎えた10回の裏、センター大島、丸の打球を見事なファインプレー、この回の先頭バッター、大きなアウトを大島のファインプレーで1つ取ります。谷本は2017年6月14日のドラゴンズ戦以来、ドラゴンズに移籍してからの初セーブを挙げました。ドラゴンズは見事に連敗ストップ、38年ぶりに郡山で勝利を収めています。